ご両運は、新末の延べ両国の反乱の指導者、治安族、厚生省新霊州出身、不可の出身で、生院であったが、逃亡した農民をかくまっていた。1851年、新し安州の地州によって逮捕されたが、金銭を支払うことで釈放された。その後、農民を、全省道という組織に組織化し、勢力を拡大していった。 1856年、五領雲は放棄し、新礼州を陥落させた。しかし、翌年新軍によって脱海され、中州のローラ村に逃れた。しかしその後も、周辺の集権を次々と支配下に収め、1860年9月に新礼州を攻略し、10月に太平府を陥落させた。1861年、五両運は太平府で、 延べ両国の建国を宣言し、王を称し、両国帝、高和都市ら数十人に借与を与え、各地の守備に当たらせた。しかし6月になると新軍が反撃し、要利州、左州、ネイ・アキラ州などが相次いで陥落した。1862年になると新軍は太平府に進撃し、軍師、両国帝、元帥ら貧港らが戦死し、太平府は陥落した。 ご両運は、ローラ村に逃れたが、そこも包囲され、1863年に包囲を突破しようとして戦死した。こうして、ノベ両国は滅亡したが、包囲の突破に成功した息子のクレア中によって、戦闘は継続された。ありがとうございます。